007サンダーボール作戦、007サンダーボール作戦、007サンダーボール作戦、サンダーボールは、イアン・フレミング、ケビン・マクローリー、ジャック・ウィッティンガムの長編小説、007リーズ第8作。また、1965年公開、テレンス・ヤング監督のアクション映画、007シリーズ第4作。007シリーズ長編第8作、単行本としては、 0075の冒険に次ぐ9冊目。フレミング自身の手による最初で最後のノベライゼーション。1961年、ジョナサン・ケープより出版された。日本では1962年に、早川書房から井上和夫役により、早川ポケットミステリーで発売された。この小説は、マクローリー、ウィッティンガムと共同で総案し、ウィッティンガムが執筆した。 映画用脚本をフレミングが無断で消化したために、共同執筆者の二人が告訴。以後、二人の名前も著者に加えられている。ロシアから愛を込めて、執筆当時、映画家の引き合いの良さや、TV 化の話、この時、考えたストーリーが、0075の冒険などの短編集の元ネタとなるに気をよくしたフレミングが、 ボンドエイの自主制作を目指し、リバー・ブライスとアーネスト・クネオに話を持ちかけ、新進の映画作家だったマクローリーと合流し、共同で、ボンドシリーズの映画制作会社、ザナドゥ・プロダクションを設立した。マクローリーは、期間のシリーズは映画化に適さないと進言し、水中撮影の経験があった、マクローリーの腕を活かした、海洋冒険者にすることにした。また、従来のスメルシュより、 スケールの大きい架空の犯罪組織を敵にする方がいいと指摘した上で、スペクターを想像する。マクローリーがスペクターと、プロフェルのオプションを主張したのはこれに起因する。脚本は、マクローリーの友人、ジャック・ウィティンガムが担当した。その後、マクローリーの手腕に疑問を抱いたフレミングが、一方的に、プロジェクトを解消。成形78あるいは、秘密情報員。 ジェームズ・ボンドと題されたプロットを小説版サンダーボール作戦に関係者に無断で転用する。出版前の情報でその内容を知ったマクローリーは出版の差し止めを請求するが引き入れるどころか出版社は本書を増刷。フレミングは本作を含む手持ちのシリーズの映画家権とそのオプションをンプロに売却していた。マクローリーは訴訟に打って出る。元来。 ロシアから愛を込めてに続く作品として想定されていたため、ボンドの生死が不明に終わった前作を引き継ぐ形で、冒頭、リハビリ施設に入所中ということになっているのはその、名残出る。従来の作品は映画向きでないというマクローリーの指摘は、ドクターノー以降の作品に大きな影響を与えている。MOS 型核弾頭2機を搭載したイギリス空軍機が NATO の訓練飛行中に消息を絶ち、謎の組織スペクターが1億ポンド相当の金塊を要求してきた。イギリス秘密情報部員、ジェームズ・ボンドは、上司 M が空軍機の消えた先と睨んだバハマに派遣される。そこでは、スペクターの幹部エミリオ・ラルゴが宝探しのふりをして海底に沈めた空軍機から原爆を回収しようとしていた。ボンドは、CIA や、 アメリカ海軍原子力潜水艦メンタ号の支援を受け、ダルゴに立ち向かうシリーズで初めて水中アクションを取り入れた作品。前作、ゴールドフィンガーから一転、再びシリアス路線に戻った。アカデミー資格効果賞を受賞し、世界興行収入は1965年の映画でサウンドオブミュージックに次ぐ第2位を記録し、インフレ率で修正した場合、 シリーズで最高の興行収入となる第2位はゴールドフィンガー。日本では当時としては珍しい全世界一斉公開と兼連されて1965年12月11日から東京はまず日比谷映画劇場でスタートし13日後の12月24日から丸の内東方、新宿劇場、渋谷文化、池袋劇場都内5館の東方洋画系で ロードショー公開され、配給収入が10億1857万円となった。これで1966年最高のヒット作となり、日本映画も含めた興行収入で圧倒的な1位を記録した。原案と制作にクレジットされているケビン・マクローリー、および原案にクレジットされているジャック・ウィッティンガムは、サンダーボール作戦の共同執筆者である。 フレミングの映画化券売却は不当であったとして、訴訟を起こし、映画化券を手にし、ワーナーブラザースで制作することを目論むが、ボンド映画のブランドを損ねることを危惧したイオンプロの交渉で合作として、制作にクレジットすることを条件に映画化に合意したイオンプロは、007カジノロワイヤルのプロデューサーとも合作交渉を行ったが、合意に至らなかった。映画シリーズが制作されるとき、 この作品が第一作になるはずだったが、制作費の問題や、小説の著作権訴訟問題の関係で、ドクター・ノーが第一作になった。しかし、サンダーボール作戦に登場する組織スペクターとその、史上、ブロフェルドがその後の無関係な映画に登場したため、マクローリーは、小説、サンダーボール作戦の著作権同様、その作中に登場するスペクターとブロフェルドの権利も、 自分にあるとして映画制作者を訴えた。この訴状が原因で007ダイヤモンドは永遠にを最後にスペクターもブロフェルドも登場しななった。2016年現在イオンプロのシリーズでプロデューサーとしてブロッコリー一族がクレジットされていない唯一の作品。またネバーセイネバーアゲインはサンダーボール作戦の映画家権を持つマクローリーが サルツマモユビブロッコリラとは別に制作した作品である。2006年、マクローリーの死去に伴い、彼の遺族とイオンプロは和解交渉を行い、現在、マクローリーの遺産は、イオンプロの管理下に入っている。これにより、約半世紀に及んだ、フレミング、イオンプロ対、マクローリーの訴訟合戦は、完全集結し、以後のシリーズにスペクターを呼び、 ブロフェルドの再登場の可能性がもたらされた。2005年に発表されたロシアより愛を込めての TV ゲームではスペクターと応募式組織がオクトパスと称していたのに対して2012年発表の007レジェンドではテリー・サバラスをモデルしたブロフェルドがそのまま登場していることが挙げられる。両作ともイオンプロのライセンスに基づいて制作されている。 原子爆弾2発を搭載した、NATO 空軍のバルカン爆撃機が訓練中に消息を断ち、その後犯罪組織、スペクターが奪った原爆と引き換えに、NATO に対して1億ポンド相当のダイヤモンドを要求してた。英国情報部は例例要員全員に調査指令、サンダーボール作戦を発令。ボンドはバハマのナスーへ飛び、そこで爆撃機に登場していた。 ナトー空軍少佐の妹ドミノに接近する。ドミノの後見人ラルゴは、実は、スペクターの幹部として、爆撃機ダッシュを指揮した男だった。ボンドは、命がけで、核爆弾を捜索する。小学館、ボーイズライフ1965年9月号から1966年3月号に、連載、作画、斉藤、高を2015年に、 小学館より復刻版観光。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。